ラジネーム、はい、狭間は何センチさんからいただきました。イベントのネタだ。50センチとかだったよ。そうそうそう、ね、ウロボロス込みでね。50センチ広いね、うん、広かった、杉田さん、近藤さん、今井さん、いらっしゃるであろう中村さん、そしていつも死にかけまで頑張ってくださっているスタッフの皆様、ブルラジは、わー、ブルラジは、私はキャラも中の人も大好きなんで狭間使いです。今井さん、ごめんなさい、突然なんですが、今私はカナダに留学に来ています。急だな。そこでよく Tell me と言われるのですが、それは違う意味だよね。それがどうしても Tell me Tell me 聞こえて仕方がありません。 Tell me 留学できてないよね、うん、聞き取れてないじゃん。毎日が楽しいです。よかったです。海外からブレイブルーのアニメニコ動で見ることができないので。あ、そうなんだ。なんか IP で制限かかってんですかね、海外。あ、それもそうあるかもしれませんね。カナダダメなのか。そうでした。いや、なんかインターネット上だとね、大丈夫なんだと思う、うん、目を持ってたけど。そうそう、やっぱり帰りたいです、うん、じゃあ帰っといて、帰っといて。適当。世界中ね、どこからブルーラジ聞いてんのか募集してみましょうよ、うん、なんかイスラエルあたりから来たら面白いじゃないですか。だってそれはびっくりですよね。大丈夫かね、いろいろ分かんない。うん、うん、規制かかってそうだね。そう、どうかかるんだろう。だって今杉田君が10米がずっとモザイクなんだ。そこ猫が神聖なものとして扱われる。こういう扱いダメです、うん、でも椿は大丈夫だろうな、結構ほら、うん、あのいろいろ隠してるから。あ、インドとかだとね、知らぬいまいってブレイブルキャラにいないっていう噂だからね。あ、肌が出すぎててダメなんだ。乳首割れ出ちゃってるからね。劇場版でね、アニメはね、劇場版でめっちゃバリって出てる。ゲームは出てないよ。ゲーム出てないの。ゲームはさすがに送りしてもどこにも出てないの。分かった、びっくりした。今そうね、驚いちゃった。消す丸出しみたいな画面はあるけども。はい、椿は多分大丈夫。大丈夫、大丈夫。ライチ危ねえな。あ、無理でした。ないの結構ダメですよね。肩はダメじゃないか。ダメじゃないか、肩が出ちゃう。小内さんもダメだし、バレットもダメだね。ダメだな。バレットはもうお尻ほとんど出ちゃってるから。男ですって言い張るしかない。彼ですよ、あれは。そうそう、ファイナルファイトのポイズンってキャラがそうだったんだよね、うん、そう、あれは女だったんだけど、女殴るっていうのがダメだから、表現としてあれだから。そうそうそう、じゃあニューハーフ、ニューハーフにして。すごいっていう話でしょ。斬新だね。ロキシーもポイズンもだから、そういうニューハーフになったっていう。だからブレイブルーも多分最終的に椿が全員ニューハーフ。海外版は。なるほど。で 逆輸入で最終的に全部男性っていう定義、うん、はい、ああなるほど。オフィシャルで、うんうん、じゃあ私以外のみんなは声を低くしなきゃいけないね。そう、男の部分ちょっと持ってもらって、うん、新しい乙女ゲーみたいなこと。すごいね、全員男。斬新すぎる。いや、最近のあの結城さんの珍発言が面白くて、あのプリクラっていうのを撮ってみたい言い始めたのね、結城さんが、うん、じゃあ杉田、結城、中村、後ろに梶田っていうなるぞって言ったら、うわすっごい新しい乙女ゲーのパッケージみてえだ。見たことねえよ、そんなパッケージ。主に後ろがいねえよ。サングラスのやつが乙女ゲー見たことねえよ。ねえ、いくらで売るそれも、うん、だいたい乙女ゲーでヒロイン襲いに来るやつだろ。そうそうそう、早っ。怒られるやつでしょ。ってことはなんかなんたら A とか書いてある役だよね。そうそうそう、名前とか黒服 A とか。だから川ちゃん A でしょ。そうそうそう、うん、カジャングヘヘって出てきて、杉田がデンって出してて、やめろって言って。中村のね、有名なあの音楽学校が舞台の某乙女ゲーアニメの時に不良でね、ブルルルって言ったら、この世界にそんな汚い奴はいない。当時ね、当時あったんですよ。あったんですよ、あのアニメでガヤで行った時に、うん、あの不良 A だったんですよ、うん、だから、おいてめえ何見てんだよってやったら、うん、中村さん、そんなにボリューム出る奴はこの学校にいないって言われて、あってなって、で他のメインキャストみんな、うん、芝居合ってると思う、大丈夫だよ。あとはそれ美少年のラインでって言われて、おいお前何見てんだよ。それあのさ、主人公級に昇格しちゃうじゃん。そうなの。でもそういうのしかいないっていう。みんなかっこいい。メインキャストみんながこらえてこらえてずっと俺に言ってる。やっぱ面白い。平和でいいね。平和です。平和なんです。平和って素晴らしいね。ブレイブルの話じゃなくなっちゃう。すいません。狭間も結城テレもいつかね、はい、みんなと平和を語り合うような人になってほしいよね。ならないでしょうね。心底ゲスですから、ならないと思いますけど。というわけで、この3チームに分かれていただこうと思うんですけれども、まずルールを説明したいと思います。ただいまステージに用意されたセットの間、そうよ、出た、そうなんです、すごいお金の上で作ったんですよ。そうなんです、このね、あの間がね、実はビュルビュルと最初のね、システム動くんですよ。ハイテクですね。ハイテクでございます。それは右から左に何かが投げられます。はい、それを変えたのが皆さんは、投げられた何かを当てる、ただそれだけの。これで本当に頑張らなきゃ、本当どういうことだろうな。落ちたらパシャーって言うだろうね。僕今回が緑なんだろうと思ったら、狭間だね。そうですよ、狭間なんで緑。はい、とりあえずその幅はですね、セットの幅を決めるのは
そう、なので全部で、40あるんですよ。30センチ、50センチ、80センチ、2メートルっていう数字が出てきますので、はい。はい、できれば広い方がいいですよね。そうですね。お願いします。じゃあ中村くん、よろしくお願いします。あ、もうやっちゃってください。言っちゃってください。どうして俺がやるかとか説明がない？いや、狭間狭間だからです。みんな理解できてるこれ。僕らすごくこれ寒い話するからね。あそこの隙間が空くでしょ、狭間なの。あー、へー、そうなんだ。でしょ、すごい。新鮮だな。すごい、ありがとう。知らなかったです。そういうことか。あ、中村が心の迷宮に、迷宮に入ってしまった。一個迷路ですか。これじゃあもういや引いちゃうけど、はい、じゃあこれ見ちゃダメなのか。見ちゃダメなのか。じゃあ顔毛はいいよ、顔毛は。50センチ。微妙。開けますよ。はい、5センチが開きます。ちょっと開けて狭い方がいい。これは難しいね。なんでこれ。かぶりつきじゃないよね。ちょっと引き入れてみよう。そうですね。あそこまで下がっちゃう。逃げて帰る？今から。まずは試してみましょう。なぜか動体視力を。見た。はい、大丈夫。というわけで客席の皆さんには投げる何かの名前というのをですね、モニターでお伝えしたいと思います。こちらこれこれ。はい、こちらです。はい。おお、え、森さん、森さん、サムシ、サムシさん、投げちゃう？怖いです。本当に投げかけないから怖いんですけど。サングラスが飛んだ場合何なのかだよね。森さんって言えばいいのか、サングラスって言えばいいのか。まずはそれは回答者の心次第ということで、じゃあまず、皆さん、机の方に移動してください。はい。狭間は50センチか。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、自慢みたいな違う、やめてよ、待って。ほっかんないで、ほっかんないで。何が自慢なの？悪い流れ、ひざまであるみたいな。いや、おかしい、さあ、クイズにします。バカじゃないの。なんか前田刑事の話みたいだね、花田刑事。花田刑事、頑張ろう、みんな、頑張ろう。あまりさんに言うことを教えるんじゃなかった。落ち込んだぞ。明確に落ち込んじゃったよ。大丈夫、私たちは見れる。早くゲームしようぜ。お前のせいだ。あそこ前に持ってきて、1本畳んで1本こうやってたらね。やめるか。50センチの話。あ、でも次は50センチ引かないでいただきたいんですけれども、じゃあ、狭間のサイズを狭間さんに。わかんない、ごめんなさい、ごめんなさい、まさかこれもう一回言って。わかりました、言いましょう、もう一回。狭間のサイズを中村さんのサイズに変えて。中村さんのサイズお願いします。目が見えないんだ。中村さんのサイズでお願いします。ここにないな。